ヤマハ製の刑務用、オートバイ刑務用オートバイは、陸上自衛隊の刑務課が使用しているオートバイである。諸外国の憲兵にあたる部隊が刑務隊であるが、刑務隊の数少ない専用装備と言えるのが、この刑務用オートバイである。刑務隊のオートバイは、基本的に駐屯地内あるいは路上での走行しか、想定されないので、陸上自衛隊の偵察用オートバイとは異なり、オフロードタイプではなく、 ロードスポーツタイプのオートバイが採用される。警務隊らしく車体色は白色で緊急車両の指定を受けているため、赤色灯とサイレンアンプ、スピーカー等を装備している。一見すると都道府県警察の採用している交通取締り用白バイにも見えるが、速度違反の取締りは行わないため、速度違反を計測する機材は搭載していない。また、排気量も 警察の白バイが 750cc 以上の大型であるのに対し交通統制や交通誘導、用人警護にしか使用しないことから 400cc 程度の中型のオートバイが採用されている。自衛隊車両なのでナンバープレートは自衛隊用のものを採用しており、正式装備なのでフロントフェンダーには桜明も描かれる。リアからの画像を長らく VF400 や CB400SF などのホンダ製のものが調達されてきたが、近年はヤマハ製の XJR400 の調達に切り替わっており、ホンダ製オートバイは調達されていない。2019年からヤマハ MT-03 を導入。ありがとうございます。